これまで人類が奪われてきたものに比べれば例えようもなく小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン？広がっている。僕の父さんや母さんが行こうとしていた世界だ。忘れたのかと思ってたけど、この話をしなくなったのは僕を調査兵団に行かせたくなかったからだろう。外の世界。エレン、答えてくれ。壁から一歩外に出ればそこは地獄の世界なのに、父さんや母さんのように無残な死に方をするかもしれないのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。